マウスピースとは、感覚器において、口を当て息を吹き込む部分、またその部品である。発音源の形成を主な目的とする。歌口、歌口などと呼ぶこともある。マッピとも略される。マウスピース唇を軽く合わせて閉じた状態で息を吹き出した時に、上下の唇の隙間で振動が起きるが、その振動をラッパ幹部に伝達する受け口をマウスピースと呼ぶ。 ラッパ本体に取り付けて、リムを唇に軽く押し当てた状態で演奏され、マウスピースだけを使って演奏されることは、楽器の練習を除けばほとんどなく、それが、楽曲の中で行われれば特殊奏法に位置付けられる。材質には、真鍮が用いられることが多いが、ステンレス、チタンなど、その他の金属で製作されることもあり、金属アレルギー対策などの理由で硬質の木材や、 プラスチックなど様々な材質のものが開発されている。金属製のものは通常表面にメッキが施され、この多くは銀あるいは金である。取り付ける楽器によって大きさや各部の比率など細部が異なるが、お椀型のカップの底に管を取り付けたような基本の構造は変わらない。また、カップの深さや全体の重さなどを各要素の違いは音色や 水槽管に影響があるが、奏者自身に依存する点も多い。音響学的には、唇の開閉による、方形波状の音圧変化を、カップのコンプライアンスとスロートの音響抵抗で、フィルタリングする装置として機能している。楽器本体から振動を、奏者の唇に伝える役割もあり、材質の比重や、厚み、重量の違いが、水槽管に影響する。 金管楽器本体側のマウスピースを接続する部位は、マウスパイプと呼ばれる。金管マウスピース解説サクソフォーのマウスピース、リード、リガチャー、マウスピースキャップクラリネット、サクソフォーなど、単行の木管楽器では、リードを固定し、口に加えられる部分を含む部品のことである。ベックという別称がある。エボナイトや合成樹脂製が多いが、金属製のものも少なくない。 少数ではあるが、木製、ガラス製のものも存在する。リードの固定には、金属や、比較などで作られた、リガチャーと呼ばれる留め具を用いる。クラリネットでは、稀に糸で巻き付けられることもある。フルート族の楽器においては、発音部分を形成する部品は、頭部管と呼ばれる。頭部管のうち、下唇を当てる盛り上がった形状の部分を、マウスピースと呼ぶことがある。 金属製の場合、リッププレートは製作工程で頭部管本体とロー付けされ、そこで分解はできないマウスピースとしては例外的なものである。木製の頭部管では独立した部品としてマウスピースを持たないものが多い。和楽器や民族楽器の原始的な横笛は分割されない一本の管よりなり、草木製フルート属と同様にマウスピースは 楽器本体と一体になっており、独立した部品は存在しない。ABC、第二部自分にあったマウスピースの選び方。ベストブラス、2017年5月9日閲覧。トランペットの仕組み、パーツの名前を知ろう。ヤマハ、2017年5月9日閲覧。ABC、各部の機能と、チェックポイント金管楽器用マウスピース。 ヤマハ、2017年5月9日閲覧。ありがとうございます。